崇浄会を標的とした教令会の銃声。神室町は混迷の度合いを深めていく。誰の目にも見えていたのはヤクザの島争いという単純な図式だが、その陰に大手ゼネコンや政治家たちの存在が垣間見える。そして矢上のすぐ背後ではモグラの鋭い爪が新たな犠牲者を生み出していた。どういうことです？新谷先生が。でも矢上さん、さっきは大丈夫だって。なあ沙織さん、俺もまだよく飲み込めてないんだ。ただ犯人はモグラだと思う。警察に通報は？いや、これから。じゃあまず通報した方がいいです。それから通報は沙織さんの方で頼める。え？俺は警察が来るまでにできるだけ現場を調べておきたい。頼むよ。わかりました。よろしく。源田法律事務所から通報を受けてきた。いきなりあんたが来るとはね、黒岩刑事。新谷弁護士か。ええ、よく知ってるよ。羽村を無罪にした凄腕だからな。そうか、お前それが妬ましかったんじゃないか。は、被害者とはもともと不仲だったって。なるほど、挨拶代わりに人を犯人扱いか。できる刑事はやっぱり違うな。これから鑑識を入れる。お前には住居人として立ち会ってもらうよ。その後ここは立ち入り禁止だ。いつまで？少なくとも今夜はよそで寝床探せ。そんな金ないんだけどな。汚職警官に払ってる金があんだろ。綾部の情報はガセも多いぞ。何の話です？お前警察なめんなよ。ああ、さっきまで警察の捜査に立ち会ってて。源田先生はまだ事務所に？ええ、矢上さんから新谷先生の話を聞きたいって。私も同じです。星野君も。分かってる。今からそっちに行くから。
じゃあまた後で。決して逃れられない運命なのです。すべては因果のままに。宿命なのです。ああちょっと、まったく。はあ、私は甘い。ヤガミだ。ヤガミさん。これは。お。
Yeah.
ん？ちょっと、いい加減にしてくれ。もう何なんだよ。ちょっと、楽しかったでござるよ。
時間食っちゃったよ。
八神さん。八神さん。八神さん。おい。おう。八神さん。楽しかったでござるよ。楽しかったでござるよ。
八神さん。おい。ああ。いい加減にしろよ。楽しかったでござるよ。ったく時間食っちゃったよ。
しばらく寝とけっての。うわ、時間食っちゃったよ。行かれます。それでは。
とけっての。時間食っちゃった。いらっしゃいませ。
ありがとうございました。ありがとうございました。お。八神さん。